森和都氏は、日本の生物学者。学位は、薬学博士。京都大学大学院理学研究科教授。文化功労者。岐阜薬科大学薬学部助手。テキサス大学博士研究員、H.S.P. 研究所主任研究員、京都大学大学院生命科学研究科助教授。などを歴任した。ホルモンや、その受容体が、工事構造を形成する場である。 小胞体の向上性についての研究に取り組んでおり、小胞体ストレス応答の分子機構を解明したことで知られている。岐阜薬科大学の助手、テキサス大学の博士研究員を経て、由良隆氏が設立した HSP 研究所にて主任研究員となった。後に母校である京都大学に転じ、生命科学研究科の助教授や理学研究科の教授を歴任した。 岡山県倉敷市小島出身。京都大学に進学し、工学部の合成科学科にて学んでいたが、利根川進の新聞記事を読み、分子生物学に興味を持つ。そのため、工学部から薬学部に転学部し、製薬科学科にて学んだ。薬学部では、山品育夫の研究室に在籍し、川崎俊介から指導を受けた。 京都大学から岐阜薬科大学に転勤することになった林京造から誘われ、博士課程を中途大学して岐阜薬科大学で助手となる。テキサス大学に移り博士研究員となり、サムブルックとゲッシングの研究室に在籍した。帰国後、タカ隆が設立した HSP 研究所にて主任研究員に就任した。1999年、京都大学に移り、 助教授に就任した。2003年、京都大学の教授に承認した。ラスカー賞などの国際的医学賞を受賞している。ことから、ノーベル賞まで、あと一歩に迫る男と評されている。専門は、生物学であり、特に分子生物学、細胞生物学、生物物理学といった分野の研究に従事した。細胞内の小耗体で作られた、不良品のタンパク質が、 どのように感知され、処理されるかを明らかにした、小胞体ストレス応答の研究で知られる。文化功労者検証に際して、文部科学省より公表された、肖像写真。ありがとうございます。